サンスタジオは、ロックンロールのパイオニア的存在である、サム・フィリップスが、1950年1月3日の、テネシー州メンフィス、ユニオンアベニュー703にオープンした、録音スタジオである。元々の名称は、メンフィスレコーディングサービスで、サンレコードレーベルと同じ建物で営業していた。1951年に、最初のロックンロールシングルと評されるジャッキー。 ブレンストンデルタキャッツのロケット88がレコーディングされた。1950年代前半には、ハウリン・ウルフやジュニア・パーカー、リトル・ミルトン、B.B. キング、ジェームズ・コットン、ルーファース・トーマス、ロス・コー・ゴードンなどのブルースや R&B のアーティストもレコーディングでこのスタジオを使用している。1950年代後半には、 無名アーティストのデモのレコーディングを含むロックンロールやカントリーミュージック、ロカビリーのアーティストのほか、ジョニー・キャッシュ、エルビス・プレスリー、カール・パーキンス、ロイ・オービソン、チャーリー・フェザース、レイ・ハリス、ウォーレン・スミス、チャーリー・リッチなどが3レコードと契約を交わした。サム・フィリップスは1959年に上記ユニオン・アベニューのスタジオにとって変わる、より大きなスタジオ、 サムシーフィリップスレコーディングスタジオをオープンした。サムがホリデーインホテルに投資をしてからは、ケモンズ・ウィルソンの依頼で、ホリデーインレコードのレコーディングも1963年から手がけるようになった。しかし、サムフィリップスが1969年にシェルビー、シングルトンにレーベルを売却以降、1985年9月に行われたチップス・モーマンプロデュースの クラスオブ55のレコーディングセッションまでの間、スタジオではレコーディングやレーベル関連の活動はなくなった。1987年にサンレコードレーベルとメンフィスレコーディングサービスが入っていた元々の建物がゲイリー・ハーディーの手によってサンスタジオの名で再オープンし、U2 やデフレパード、ボニー・レッド、リンゴスターなど多くの著名アーティストを引き付けた。 1950年1月、ラジオ局レックのエンジニアであった、サム・フィリップスが、長年の友人マリオン・カイスカーをアシスタントとして、ユニオン通り706番地にメンフィスレコーディングサービスを開業した。フィリップスは若い頃から、自身のレコード会社を所有することが夢であり、これが実現して、とても喜んでいた。しかし軌道に乗せるのは容易なことではなかった。初動費用のため、 フィリップスは会議、結婚式、合唱、葬式のためにレコーディングを行った。彼はまた門戸を解放し、小学で誰でもレコーディングできるようにした。フィリップスのスタジオのスローガンは、何でも、どこでも、いつでも録音することだった。6月、フィリップスと友人で、地元の DJ である、ドゥイ・フィリップスが、自身のレコード会社、フィリップスレコードを立ち上げた。 この会社の目的は、どこでレコーディングしたらいいのかわからない南部の黒人アーティストのレコーディングを行うことであった。しかしヒットに恵まれず、ジョーヒル・ルイスのブギー・イン・ザ・パークが400枚弱売れたのみであった。フィリップスレコード倒産後、フィリップスは、チェスレコードやモダンレコードなど他のレコード会社と取引を始め、デモテープを彼らに渡し、アーティストのためにマスターテープをレコーディングした。 この頃、フィリップスは最初のロックンロールと考えられているジャッキー・ブレンストンのロケット88をレコーディングした。何人かの電気作家はこれをフィリップスの独創的創造性により比類のないサウンドの曲を生み出したとしたが、レコーディングで使用されたアンプが壊れていたために曖昧なサウンドになっただけだとする者も,もいる。 1952年初頭、フィリップスは再度自身のレコード会社を始めた。これがサンレコードである。1年目にレコーディングした B.B. キング、ジョー・ヒル・ルイス、ルーハス・トーマス、ハウリン・ウルフなど様々なアーティストが成功するようになった。ここで多くの人々がレコーディングするようになったにもかかわらず、利益を上げることは難しかった。 ラジオ局や販売業者にプロモーションするために1年に6万マイルを運転した。コスト削減のため、当時通常5%だったロイヤルティを3%に抑えた。フィリップスは再度倒産の危機に瀕し、アルコールに手を出すようになり、精神科に入院し、電気経連療法を受けたとされる。1953年、ハウンドドッグに似たルーファストマスのベアーキャットが、 サンデコードの最初のヒット曲となった。しかし著作権法違反となり、サンデコードは危うく破産するところであった。にもかかわらず、フィリップスは6月の出国を言い渡されたばかりの黒人カルテットであるザ・プリソネアーズが、シングル、ジャスト・オーキン、イン・ザ・レインをレコーディングし、1956年、ジョニー・レイが歌ってヒットするなど、他の様々なアーティストのレコーディングを行い、 事業を続けることができた。この曲は大ヒットし、地元紙がレコーディング秘話について興味を持った。何人かの電気作家は7月15日のメンフィスプレスシミター紙の記事がエルビスプレスリーがサンスタジオでレコーディングするきっかけとなったと考えている。サンスタジオのフロントオフィス。オフィスマネージャーであったマリオン・カイスカーは若き日のエルビスプレスリーをはじめ、 スタジオに初めて訪れる多くのアーティストの応対をしていた。1953年8月、6月に高等学校を卒業したばかりの18歳のプレスリーが3の事務所にやってきた。アセテート版で My Happiness, That's When Your Heart s Begin を数分でレコーディングするつもりであった。後にプレスリーが語ったところによると このレコードは母親にプレゼントする予定だったか、単に自分の歌声に興味があったかで、雑貨屋の近くにより安いアマチュアレコーディングがあったにも、かかわらず3でレコーディングを行った。電気作家のピーター・ガラニックはプレスリーは3に見出されることを望んで、3を選んだのではないかと語った。受付のマリオン・カイスカーがプレスリーに、どのジャンルを歌うのか尋ねると、プレスリーは、 どんなジャンルでも歌うと答えた。彼女がどのアーティストに似た感じなのか聞き直すと、プレスリーは何度も他の誰とも似ていないと答えた。レコーディングの後、フィリップスはカイスカーに彼の名前を書かせたところ、彼女は良いバラード歌手、採用と追記した。1954年1月、2枚目のアセテート版。 I'll never stand in your way to it don't be the same without you をレコーディングしたが特に何も起こらなかった。その頃フィリップスは多くのファンを獲得するため黒人音楽を演奏するものを探していた。カイスカーによるとサムはもし黒人のサウンドと黒人のフィーリングを持った白人を見つけることができたら私は億万長者になれると何度も言っていた。6月 フィリップスはバラードウィズアウトいーのデモテープを手に入れこの曲は10代の歌手に合うと考えた。プレスリーはスタジオにやってきたがうまくいかなかった。にもかかわらずフィリップスはプレスリーに知っている曲をなるべく多く歌うように語った。プレスリーは自身のレコーディングセッションのために来ていた地元のミュージシャンでギター奏者のスコティ・ムーア、コントラバス奏者のビル・ブラックから 大きな影響を受けた。7月5日夜に始まったセッションは不毛なまま、真夜中になった。皆諦めて帰宅しようとした時、プレスリーは自分のギターを持ち、1949年のアーサー、クルダップのブルース、ザッツ・オール・ライトを歌い始めた。ムーアはこの時のことについて、不意にエルビスがこの曲を歌い始め、飛び回ってバカみたいに動き回った。すると、 ビルがベースを弾き始め、彼もバカみたいに動き回った。私も彼らと演奏を始めた。サム、機械室のドアが開きっぱなしみたいだけど、彼は首を出して何やってるんだよと言い、私たちはわからない、a と、伴奏かなと答えた。彼はもう一回最初からやれと言ったのだと思い返した。フィリップスはすぐに録音を始め、 彼はこれこそが自分が探していた音楽だと思った。3日後、ルーイ・フィリップスが自身のラジオ番組、レッド、ホット、アンドブルーでこのザッツ・オール・ライトを流した。リスナーたちはこの歌手が誰なのかを知るために電話をかけ始めた。フィリップスはその後2時間この曲を繰り返し流した。プレスリーのインタビューで、フィリップスはこの歌手が黒人だと思っているリスナーたちのために、 肌の色を明らかにするために出身高校名を訪ねた。その後数日間、3人は独特のスタイル、仮説ディレイを使用して、ビルモンローのブルーグラス、ブルームームンオブケンタッキーをレコーディングした。ザッツ・オール・ライトを A 面に、ブルームームンオブケンタッキーを B 面にしたシングルを制作した。数ヶ月以内に、プレスリーのレコードのヒットにより、フィリップスは業務を大幅に拡大した。 南部のすべてのラジオ局とレコード店はしきりに彼のレコードをかけたがり、プレスリーの名声は翌年まで上がり続け、フィリップスはプレスリーを全国的に売り出すには手狭すぎると考えていた。1955年2月、フィリップスはマネージメントで有名であったトム・パーカー大佐と会った。パーカーはプレスリーの成功には大規模なレコード会社が必要であると説得し、 数ヶ月後フィリップスはプレスリーとの契約を売却することに同意した。フィリップスはパーカーに3万5 0 0 0ドルのうち11月15日までに5 0ドルの頭金を要求した。当時3万5 0 0 0ドルというのはまだ全米の舞台に立ったことがない歌手の契約金としては破格で通常の歌手の契約としても前代未聞であった。プレスリーはサムを離れたくなかったが サンのエンジニアのジャック・クレメントによるとフィリップスは借金の生産と当時まだ払い続けていたルーファース・トーマスのベアーキャットで起こった著作権法違反金のために金銭が必要であったのだ。しかしフィリップスは大抵のレコード会社は手を引くと思い3万5千ドルを提示したのだと語った。にもかかわらず1955年11月、プレスリーは RCA レコードと契約し、3を離れた。フィリップスはこの時の契約金の一部をもとに、ジョニー・キャッシュ、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ロイ・オービソンなど、他のアーティストの売り出しを行った。1956年12月4日、エルビス・プレスリー、ジェリー・リー・ルイス、カール・パーキンス、ジョニー・キャッシュの4人により3スタジオで即興の、 ジャムセッションがまさに偶然に行われた。ブルース・ウェイド・シューズで、すでに成功していたパーキンスが、兄弟のクレイトンとジェイ、およびドラム奏者の WS ・ホランドと共に古いブルースを元にしたマッチボックスなど、新曲のレコーディングのためスタジオに来ていた。フィリップスは、薄いロカビリーの感覚器に厚みを持たせたがっており、 独特のピアノ演奏をするメンフィス以外でまだ長、が知られていない新人のジェリー・リー・ルイスをパーキンスのセッションにピアノ奏者として呼んでいた。午後の早いうちにプレスリーはガールフレンドのマリリン・エヴァンズを伴ってスタジオにちょっと立ち寄った。当時彼は小ビジネス界の大スターでこれまでの1年間でシングルチャートで5回、アルバムチャートで2回第1位を獲得していた。 4ヶ月弱前、江戸サリバン賞に出演し、前代未聞の当時史上最高の視聴率83%を獲得して5500万人が視聴したとされた。機械室でフィリップスと会話した後、プレスリーはパーキンスのセッションの再生を聞き賞賛した。その後彼はスタジオに入っていき、少しした後セッションが始まった。サンに所属し、カントリーチャートでいくつかヒットを出していた。 ジョニー・キャッシュが入ってきた。エンジニアのジャック・クレメントは、これを録音しないわけにはいかないと独り言を言って、録音し始めた。何曲か演奏した後、ルイスが、ピアノ演奏中にプレスリーとガールフレンドのエヴァンズが、抜け出した。キャッシュは、本の中で、誰も、ジェリー・リーに合わせなかったし、エルビスにもだと記した。セッションの間、フィリップスは宣伝のチャンスと考え、地元市、 メンフィスプレスシミターに電話をかけた。同志のエンターテイメント記者、ボブ・ジョンソンが UPI 通信社のレオ・ソロカと写真家を伴って現れた。翌日、このセッションについてのメンフィスプレスシミターのジョンソンによる記事にはミリオンダラーカルテットの見出しがついていた。この記事には後に有名になったプレスリーのピアノの周りを3名が囲んでいる写真が添えられていた。 この写真には確かにキャッシュが写っているが、音源ではキャッシュの声がはっきりとは確認できない。プレスリーがサンを離れてから数年後、フィリップスは他のアーティストで成功していた。サンスタジオはタレント養成所として知られるようになり、その後大規模なレコード会社と共に業務拡大を検討するようになった。1959年、さらに広い土地を求め、 マディソン通り639番地に移転した。1960年代半ばまでにフィリップスはレコーディングへの興味を失い、ラジオの方に向いていた。1950年代終盤から彼はラジオ曲を複数回曲し、創造性に富むレコーディングスタジオとしての評判を落としていた。1968年、3話は最後のレコードを出版した。 1969年、レイ・スティーブンスのヒット曲、エイ・ハブ・ザ・ラブ、ジーニー・シー・ライリーのヒット曲、ハーパー・バレー・ PTA で知られる、マーキュリー・レコードのプロデューサーのシェルビー・シングルトンが、フィリップスから3レコードを買収した。シングルトンは、彼の所有する会社と合併させ、3インターナショナル社を創立し、1970年代、 初等の3のアーティストの作品の再発売を行った。シングルトンは工場をナッシュビルに移し、建物は配管会社に売却されたが、その後自動車部品店に売却された。プレスリーの没後10年の1987年、ユニオン通り706番地の3スタジオは、レコーディングスタジオに戻り、プレスリーのファンや一般の音楽愛好家が訪れる観光地となった。 このスタジオは、U2、デフ・レパード、ジョン・メレン・キャンプ、ボガス・ブラザーズ、クリス・アイザック・シルバートーンなど多くの著名なアーティストに使用されている。2003年、アメリカが衆国国定歴史建造物に認定された。サンスタジオは、電気映画、ウォーク・ザ・ライン、君に続く道、火の玉・ロック、ミステリー・トレイン、エルビスのセットに使用されている。サンスタジオは、 定期的に YouTube やテレビ放送にスタジオセッションのポッドキャストをリリースしており、30分バージョンのシリーズを2010年の1月から PBS 系列局で放映するとしている。シーズン1では、グレイス・ポッターザ・ノクターナルズ、ステファン・ケロックシクサーズ、キャサリン・フィーニー、エイミー・ラビア、デイビッド・フォードらが登場し、145の PBS 系列で放送もしくは放送予定である。 また、ケンタッキー、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ユタ、メイン、アラバマ、ネブラスカ、ニューハンプシャー、ウエストバージニアなどの州ーローカル放送局でも放送、もしくは放送予定である。現在制作中のシーズン2では、ジェイコブ・ディラン、スリーレックス、トゥルース・アンド、サルベージ・カンパニー、グレース・ポッターラング・ホーン・スリムラがフィーチャー、されている。ありがとうございます。